のあと大変だったよね。空になった焼きそばのパックが風に飛ばされてそうそう、ゴミを散らかすなって赤シッチに叱られて、全員で屋上中走り回ったっすよね。紫バラ君のお菓子も飛ばされてましたそうだった、懐かしいな。楽しかったな、みんなと一緒で。ももっちごめんね、やっぱ昔のことを思い出すとちょっとね。大丈夫ですよ、桃井さん。え？バスケを続けている限り、きっとどこかでつながります。それに、桃井さんとの約束、忘れてないです。約束って？青峰君に勝つと。ウィンターカップで、約束を守ります。鉄君。うん。でも、そう簡単に東欧は負けないよ。私がついてるもん。そうでしたね。まあそこは安心してよ、クロコッチが負けたとしても次こそは会場が青峰っちたちを倒すから。キセ君の出番はないと思います。ひどっちょっと楽しみかも。はい、どんなに苦しくても、どんなに辛くても、やっぱり楽しくてやめられない、それが僕たちのバスケです。じゃあお互いの健闘を祈って、乾杯！乾杯！でも紙コップで乾杯ってかっこ悪いよね。しかも僕バニラシェイクです。いいじゃないですか別に。